ちは。人からわかる3分美術史。今日は村上三郎について勉強していきましょう。村上三郎、1925年生まれ。日本の戦後現代美術において重要な作家の一人です。村上は大正14年に神戸で生まれました。18歳の頃より神原博に油絵を学びます。20歳の頃に太平洋戦争が終結。24歳の時には伊藤継郎に師事しました。大学院で美学を研究する傍ら、27歳となる1952年には金山明、白間和夫、田中敦子らとともに若手作家のグループであるゼロ会を発足。54年のグループ展では紙にボールを投げつけて描いた投球絵画を出品します。同じ年、同じく関西の前衛作家である吉原二郎によって具体美術協会、通称具体が作られています。翌年には村上や白柄、ゼロ会の主要メンバーも具体に合流しました。その翌年の第2回具体美術展で村上は紙を貼った木枠を並べ、村上自身がそれを走って突き破っていく作品、通過紙破りを発表。本作は日本のパフォーマンスアートの先駆とされています。また同時期の作品として木枠を空中に吊り下げ、それを通して見られる風景を鑑賞する作品、あらゆる風景を発表しています。同年にアンフォルメルの指導者であったミシェル・タピエが来日します。タピエは具体の活動をアンフォルメルの暴流として位置づけ高く評価、海外に具体の活動を紹介しました。これ以後具体のメンバーの作品はアンフォルメルとしての平面作品が増えていきます。村上も60年代前半に至るまで荒々しい筆致の平面作品を多く発表しました。以後しばらく、1972年に吉原二郎が亡くなり具体美術協会が解散するまで、村上は具体のグループ展を中心に活動を続けました。具体の解散後も1996年に亡くなるまで多くの展示に出品、日本の戦後美術の先頭に立ち続けたのでした。以上、